大型潜水艦が次々と建造される中、日本の潜水艦に注目されているのをご存知でしょうか。今回は海上自衛隊潜水艦が22隻体制のその先を詳しく解説していきます。原潜よりもメンテしやすく、高性能が売り。これを、そう、竜型を世界に輸出できればね。四方を広い領海で囲まれた島国である日本にとって、その防衛体制の基本を担う存在は、やはり、陸海空の3つの自衛隊の中でも、海上自衛隊にかかる比重が、ひときわ高く、海洋国家としての備えを怠るわけにはいかない。そんな海上自衛隊では、2023年現在、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機を装備する体制の構築を進めており、その中でも、中核の戦力であるのは、22隻体制を構築している潜水艦隊になるだろう。海上自衛隊では、昨年2022年3月に、最新型の大型潜水艦のネームシップにして、1番艦の大型の収益によって、数量としては、その22隻体制の構築をひとまず達成しており、その保持を継続している。今年2023年3月には、大型の2番艦である、枠型が収益を果たし、22隻体制の内訳としては、親潮型が8隻、双竜型が12隻、大型が2隻となっており、さらに、練習用に、親潮型2隻も保有している。大型は、少なくとも、現時点では、6隻までの建造が確実視されており、来年2024年以降も、これまで通りに、年間1隻ずつ、の収益が見込まれるため、親潮型を同数ずつ、退役させて、入れ替えを進めていくことが、予想される。そんな最新鋭の大型は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦体を持ち、世界的に見ても、通常動力型の潜水艦としては、最大規模を誇る艦艇だ。大型は、その機関部には、ディーゼルエレクトリック方式を採用しており、重きとなっているのは、川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼルエンジン2機で、これは、3番艦、人間までの搭載となる見込みである。4番艦以降は、同じ、川崎重工業社製の2531ディーゼルエンジン2機に置き換えることが予定されているが、現行の仕様では、水中で、最大出力が6000馬力、速度が20ノットとされており、こちらには、大幅な変化はないだろう。大型も含め、海上自衛隊の装備する潜水艦は、すべて艦首部に備えた6門の魚雷発射管が主兵装であり、ここから、国産の18式超魚雷や、アメリカ製の対艦ミサイルハープーンブロック2などを運用する仕様となっている。このアメリカ製の対艦ミサイルハープーンブロック2は、最大射程は、およそ 250km 弱とされているが、もっと短い距離であれば、一応、対地攻撃用途への使用も可能で、海上自衛隊の潜水艦の貴重な兵装だと思われる。今後は、現状では、陸上自衛隊が装備している人に、意識地対艦誘導弾をベースにした、能力向上型のミサイルを、長距離攻撃が可能なスタンドオフミサイルという位置づけで開発する計画が進んでおり、潜水艦からの運用も視野に入れられている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、陸上から運用する地発型、水上戦闘艦から、運用する艦発型、航空機から
運用する空発型などのプラットフォームの多様化が計画されており、潜水艦発射型もその一つだ。現状で防衛省としてはアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルをこの人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備までのつなぎとして調達する方向を示しているが、これの潜水艦発射型は生産が終了しているので、水上戦闘艦への配備のみとなるだろう。そのため、潜水艦発射型としては、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の完成を待つしかない状態だが、従来までの通常動力型の攻撃型潜水艦以外に、VLS、垂直発射艦を装備する実証実験艦も、建造が決まっている点も興味深い。これを、現行の太平洋型等の基準排水量で、3000トン級の艦隊を持つ潜水艦の場合、そのくらいの数の VLS、垂直発射艦を搭載可能となるのかが、最も注目される部分だが、こうした装備を検討することすら、一昔前では考えられなかったと思える。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、その最大射程距離まず第一段階として、およそ 900km、次いで、およそ 1500km となることが予想されているが、いずれにせよ、飛躍的な攻撃可能範囲の拡大は、間違いない。こうした長距離攻撃が可能な兵器を自衛隊が装備することに関しては、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていたものを、政治的には反撃能力と言い換えることで、自衛に必要な範囲の兵装であるとの理由付けがなされている。そうした流れについて、反対を唱える勢力やマスコミからは、未だ猛烈な批判が浴びせられてはいるが、2022年2月に正起した、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにして、日本でも、大勢は、その必要性を認める方に、確実に変化した感がある。地続きの大陸国家同士の戦争である、ロシア・ウクライナ戦争と、日本の地理的な環境を同一視して単純比較することには、問題もはらんではいるが、ウクライナは、長距離攻撃が可能な兵装を当初持っていなかったことで、非常に苦戦を強いられている。その状態を、否が追うでも認識させられた現状においては、日本の場合でも、南西諸島などの島嶼部の防衛に際して、少しでも、長射程の兵装を装備することは必須であると考えられ、かつ対艦攻撃も兼ねることが重要となる。その両方を満たす人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型に容な兵装の配備は、一日でも早期に行うべきものであり、中国海軍の艦艇数の増加ぶりを考慮すれば、実質的には、それしか有効な対抗策は、無意図すら思えてくる。さて、そうした長距離攻撃が可能な兵装に加えて、海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦のイスモ、型の航空母艦化改修も並行して実施中であり、航空戦力を南西諸島方面へも投射できるように、準備を進めている。これは、戦闘機の運用が可能な滑走路が、南西諸島の場合には、沖縄本島の那覇にしかないこと、太平洋方面でも、硫黄島にしかないことを危惧したものであり、万一の有事の際に、航空戦力を展開可能とする、方策の一環だと言えよう。このため、出雲、型護衛艦には、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載可能とする航空母艦化改修が施されているわけだが、残念ながら、日本の防衛予算には、限りがあるため、この余波を受けて、中断を余儀なくされている、分野もある。それが、回転翼機の、XSH-60L であり、アメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60B をもとに、三菱重工業者が、ライセンス生産を行っている、SH-60kg を改良し、より、追戦、対艦能力を高めた機体とする開発についてだ。
XSH60 リッターは、従来機の SH60 キロに比して、より気温の高い状況下でも安定した飛行が可能な機体となっており、また、主任務である、対潜能力も、次期のソーナー以外の友軍からのデータも統合して、索敵が行えるなど強化されている。これらの機能強化によって、XSH60 リッターは、仮想敵国である、ロシアや中国の新型の潜水艦の探知力の向上に、効果をもたらすことが期待されており、2021年9月に、試作機の2機が、すでに、防衛装備庁へ引き渡されているが、その状態に止まっている。元は、2023年度の予算上では、6機の調達が計画されていた XSH60 リッターは、これが実行されれば、海上自衛隊の正式採用機として、SH60 リッターと呼称されるとめされていたが、F-35 ライトニング 2B 型の配備が優先され、事実上中断されている状態だ。ちなみに、XSH60 リッターのベースとなった SH60 キロは、海上自衛隊で、2005年から運用が開始された機体であり、予算上では81機の調達が計画されていたが、2022年度末の段階では75機を保有しており、全国5つの航空基地に分散配備されている。